当社エロセンス株式会社と申しまして、東京に拠点を置いている、日本の、ドローンメーカーでございます。この実証に対しては弊社のドローンでセンシングした、データから、可変性ヒマップというものを作成いたしまして、それによって、圃場の中の必要なところに適量の肥料を散布するということで、これまで均一に散布していたものに比べて 10% の肥料の削減を達成しております。もう一つ、小麦の品質でタンパク質というものを見ると思うんですけれども、そのタンパク質のパーセンテージが、大体従来の手法に比べて 14% から 15% ぐらいのところで均一化されるということを確認できまして、選別の労力とか、そういったものが大きく改善される結果を得ることができたかなと思っています。スタートアップみたいな、規模が小さいところであれば、より小回りの利く形で、それぞれの地域の生産者さんの進め方っていうのを理解して、まずそれがうまくいくような技術っていう開発をすればいいっていうようなところに集中できるっていうのがメリットなのかなっていうふうには思います。ドローンによる圃場センシングっていうのは、その農作業をやるある期間の間で、その中のさらにあるタイミングで行われるもので、こう年中通して行われるものではないと思うんですね。使わない期間があるというのはもったいないので、圃場のセンシングだけじゃなくて、その地域の災害マップを作るであったりとか、あとは地域のインフラ点検ですね。農業地帯であれば農業用インフラの点検であったりとか、森林の点検であったりとか、地域の活力維持のために、弊社の技術とか製品を活用していただくっていうところが、そういうふうになっていた、なってもらえたら非常にこの仕事をやってる意義があるのかなというふうには思っています。